はい、先ほど言いましたように16時43分の時点で、SR 弁の方は、回避しようと思ったものが回避していなくて、原子炉の水位は、マイナス300という指示になりましたので、これを圧力補正いたしますと燃料の頂部からプラス700ミリのところでございます。で、これまで、おおむね、20分で、約300ミリ、低下し水位が低下しておりましたので、このまま水位が低下しております。なので、至急、SR 弁の、違った SR 弁を返させるということを今やっているところでございます。 SR 弁が開かずに水が注入されない状態だと仮定すると、その先はどのくらいの時間でどういう現象が起こるんですか？その場合は今までと同じ状況が続きますので、中の圧力がだんだん上がりまして、SR… 17時半、頃に、燃料の水位が徐々に下がって、燃料の頂部になります。で、その後、炉心余裕に行くのは。